食堂が日曜日に定期的にやっているサンデロマという演奏会の今日は一部としてやりたいと思っています。演奏を聞きに来てない方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとやかましくなるかもしれないんですが、そこはご了承いただきたいと思います。で、今日は何をやりたいかというと、今日はライブペインティング、ライブをしながら、このケミだけですねが、即興で絵を描きます。特に何も決めておらず、絵を描くという、まあ、エンターテインメントですかね。で、一応、一部二部と今日ありまして、一部が、テーマがありまして、一部が自然ネイチャーですね、二部が都会シティということで、一部、まあ、30分ぐらいですけども、僕と、牛田健太、鍵盤の牛田健太と僕と2人で音楽を奏でながら、ケミタケツネが絵を描くということを、やりますので、どうぞ楽しんでもらえればなと思います。ということで、早速一部からいきたいと思います。まあ、あの30分ぐらいもう無言で淡々とずっとやってますんで、終わったら、またちょっと話しますんで、お付き合いください。よろしくお願いします。
Thank you.
ちゃん、ケンちゃん、一部終わりです。自然をテーマに僕らも、2人で、まあ、コンピューターから音を出したんですけど、それも1から、まあ、0からですね、2人で、いろいろ作って、0から作りました。2回言ってますね。ということでですね、1部2部が、1部が、まあ、自然で、2部が、まあ、都会で、1部がこういう絵になりました。で、キャンパスを変えずにこのまま2部の都会に突入します。なのでこの絵が2部の都会を得てどういう風になるかっていうのも、まあ、楽しんでもらいたいなということを思いますね。で、僕らひもじいおじさんたちでっていうのは、まあ、冗談ですけど、投げ先生というですね、まあ、お気持ちをまあ、お金という形に変えて、いただくということを、今回させていただいています。なので、今回ポチ袋があるのかな。机の上にポチ袋というか あるんですけども、お年玉の時に使う袋ですね、あれがあるので、それをお気持ち入れていただいて、会見の時に、お店の人に渡していただいたり、まあ、直接渡していただいても構いませんですね。そうですね、この絵が2部を得てどうなるのか、でこの絵の行く先もまだ決まっていません、はい、どうしましょうね、どうしましょう、この2部終わった後の絵を、ねえ、はい、ということでですね、2部が、次19時40分からですね、しばし休憩した後に、2部、今度は都会、また全然違う曲、今度は都会っぽい音でお送りしますので、まあ、残っていただいても結構ですし、まあ、残っていただきたいなと思ったり、まあ、残っていただいたりしていただいて3回ですね、という感じで、よろしくお願いします。ありがとうございました。